千葉県千葉市中央区にある歯医者 MF デンタルクリニックの安田です。さて今回は歯の神経を抜く治療で注意すべきポイントとはについてお答えいたします。歯の中に神経が入っていて、その神経を取る治療、よほど深い虫歯の時には神経を取らないといけません。ただ神経は極力取らないでほしいのですが、神経と一緒に血管も入っているので、歯が少し、健康な歯は少したわみます。それは血液が全身に水分を送っているからなので、それごと取ってしまうので、神経を取った歯というのは折れやすくなってしまいます。歯の寿命を著しく短くしてしまうので、神経は極力取らない方が良いのですが、やはり虫歯がひどくて神経が出ている状態だと神経を取らないといけません。今お話しましたが、歯が割れてしまったり、歯の根っこが割れてしまったりすると、その後はもう抜歯になってしまいます。抜歯になってしまうと、ブリッジか入れ歯かインプラント、やはりブリッジは両隣の歯を削って負担をかけてしまうので、負荷をかけてしまうので、おすすめはあまりできません。入れ歯はブリッジほどではないのですが、やはり両隣の歯に負荷をかけます。また清掃性も悪くなるので、両隣の歯が虫歯になる確率も上がります。そうすると神経を取ったことによってインプラントという選択肢しかないのかなという状態になってしまいます。ご自分の歯はしっかりと守りましょう。神経を取らずに健康な歯で美味しいものを食べましょう。お電話にていろんなご相談をお待ちしております。インプラントに関してのお問い合わせは動画の下の URL 先よりお電話にてお問い合わせいただけます。お電話お待ちしております。